ドシングルキスキスキスのフラワーシャンビリアとジャケット撮影の撮影が終了しました。イエーイ、お疲れ様でした。はい、じゃあまずね、はい、今回は学校がテーマで、はい、そしてバンドのなんて言うんですか、楽器演奏だったりとか、はい、歌ったりとか、うん、あとね、プロモーションビデオはね、あの黒板に、うん、みんなで描いたりとかしましたよ。してね、楽しかったね。楽しかったですね。スパゲッティも食べたしね。美味しかったね。そうだね。美味しかったね。食べたしね。もうね、いろんな事件もあったよね。そうだね。いろんな事件もありました。ハプニング満載でしたね。満載でございます。絶対楽しくなってる。ね。ぜひ見てほしいですね。そうですね。まあ、今回は学校がテーマということで、うん、制服っぽい衣装を着たりとか、はい、あとはこういうパンクな明るい感じだったりとか、まあ、いろんなのを着ているんですけど、はい、じゃあ今着ている衣装の自分が一番好きなところはどこでしたか。はい、どこですか。確か、なんかね、全体的にね、ポイントでピンク入ってるじゃん、うん、もうピンク好きだから、うん、そこが好きです。おー、はい、いいですね。じゃあミヤは、ミヤは、ね、なんだろう、こういう缶バッジとか、はい、あとはこういう派手なアクセとかがすごい可愛いなと思います。はい、はい、帽子もだよね。あ、そう、そして帽子もですね。可愛い、ミヤ。じゃあ、リマ、私は、これも可愛いなと思うんですけど、可愛いね。私すごいイヤリングが、今回ね、初めてやりましたね。すごい、初めてやった、これは気分がチャララって感じです。みんなそれぞれ違くて、はい、ふぅって感じです。このネクタイもいいと思う。ありがとうネクタイ、はい、はい、ね、はい、うん、じゃあプロモーションビデオの方もジャケット撮影 の出来上がりも楽しみにしててください。はい、ぜひ見てくださいね。